有名なあるワンシーンでパワハラ会議って呼ばれるものがあって、私の言ったことが正しい。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!で、僕らがその人たちに勝てるのって何かって言ったらスピード力なんだよ、うん、スピード力で勝てなかったら何で勝てんのって話じゃないそうですね、そもそも。そうですね、そう、小回り効くってよく言うじゃん、はいはい、小回り効くっていうのは動きが速いからだよ、うんうん、組織の人数が少ないのにそれで動き悪かったらどこにお前のメリットあんのって話になるわけじゃない。そうですね、意味ないよ。なんかすっごい感じたのが、まあもともと僕若い頃からいわゆるスピードとかすぐ行動するとかが唯一の武器かなと思ってやっていたところに、ガクトさんのチームと知り合って、あ、ここだけが自信があっても何の意味もないんだっていう。例えばガクトさんのガクトさんのチームでこれやるからこうしてっていうふうに言ったら、すごいスピードでそれが用意されて実現まで形になるっていう。でうちだったらやるというのを決めるのはまあ自分の仕事として、やるというところまで早くても実行してくれるスタッフの人たちとその意識をスピード感を共有できてないと、それはもう僕も含めて遅いのと一緒なんだなっていうのが、そう、だからそこが、あ、自分がどうこうの話じゃなくチームのスピード力っていうのをすごい意識させられることで、今回そのコロナの3月4月5月って、まあ、うち飲食店が20店舗ぐらいあるんで、まあ、人数はいるじゃないですか。でこれどうしようかな、まあ、食いっぱぐれるなどうこうってなった時に、めちゃめちゃそのガクさんのチームの話をみんなでしながら、勝手にですけどもうガクさんのチームはまあできないとかまずないからっていうところから、でまあコロナの時期ロックダウンの緊急事態宣言のあれでまあ営業もできないような状況の時とかも仕事を選んでられないし、ここで本気出さないでいつ出そうみたいなところから、結構ガクトさんのメンタルの部分を徹底的に社内で共有して、まあ飲食店だったら普通だったらまあお店を構えて看板見てお客さん入ってオーダーしてもらって成立するじゃないですか。まあお客さん来ないわけだから、じゃあもうそれは飲食店としてはそもそも成立しないから、じゃあここを一つの事務所とした時に、来客が関係ないビジネスでこのメンバーで勝ちゃいいだけだから、うちであれば本を作るでもいいし、ホームページを作るでもいいし、動画をやるでもいいし、何でもいいんだけれども、そこで同じようにマネタイズできるようなチームを作ればいいっていう時に、ただやっぱみんなやったことないとかだと、でもそんなことやったことないですしとかっていうのも100人ぐらいのスタッフからまず出るわけなんですよね。でも結構そこでその前回のガクトの勝ち方の中に書いてあることとかを結構社内でね徹底して、いやまずできないとかないとか、こうそういうのを結構ガクトイズムを社内に徹底しまくって、例えばなんですけど、うちの六本木店の店長をやってたケンジっていう男の子がいるんですけど、彼はまあ C 社の店長だったんですよ。でもそのガクトさんの教え通りにまずできないはないけども、そっちのスピードに合わせるわけにもいかない。例えばじゃあその店舗を事務所と、じゃあ出版社としてそいつがいた時にプロとしてのアウトプットを出せればまあ成立するわけじゃないですか。でとりあえず月4冊本を作れば C 社の店長、まあコロナじゃない時の普通の店長と同じ給料払えるよねっていうんで、月4冊1人で本を無理くり作らせたんですよね。彼の良かったのはちょうど結婚して子供も生まれて職を失うわけにもいかないっていうタイミングも良かったんですけど、危機感がね、ですね、うん、でもうガクトさんの本徹底して読んでからの今もう C 社の店長に戻ろうとはもうそもそも思ってないんですよね。もうそのクリエイターとして、まあ、出版業界でも編集デザイン含めて月4冊やり続けれる人っていないんで、すごい人間にこの数ヶ月で育ってて、そうだから思うのはね、うん、その結局みんなやったことないから、やったことないからって言うんだけど、そんなのねみんな同じだよって話だよ。まあそうですね、やったことあるやつばっかり集まってて、じゃあ今度できるのかっていうと、そういうわけじゃなくて、やったことないっていうのは理由にならなくて、誰だって最初からできるやつなんかいなくて、ね、例えばその昔ですごい衝撃的なことを言われたんだけど、ある軍人に会ってね、どうやったら殺し屋になれますかっていう質問に対して1年戦場に行ったらみんなエキスパートの殺し屋になるもちろん誰もやり方なんて知らない、
分からない、戦い方なのか分からない。だけど1年戦場に行ったら勝手になってる、必死だから。そう、その状況になって自分が必死になってやれば、うんうんうん、スペシャリストになる、うんうんうん、だからもちろん先にやってる人たちはいるわけで、うん、先にやってる人たちに対してその人たちに勝てるかどうかは別として、その人たちの情報を手に入れることや、うん、その人たちから教えをもらうことってのができるわけで、うん、今できないことが未来ずっと英語できないわけではなくて、今できないことが3ヶ月後にできるようになるか半年後にできるようになるかっていうのはお前の行動力次第だよって話なわけじゃん。で僕らも本当に最初分かんなかったから、今回こう、この状況でいきなりねこういうストリーミング系配信系だったりとか芸能でどうやって自分たちが、まあ言ったら特にその広告代理店なんて全てのその営業止めたからね、僕らに一切広告の話なんて来なくなったから、でもその時に僕が彼らに言ったのは、今までが特殊すぎたんだよって。ああ、なるほどな。芸能の仕事でお前ら携わってて、芸能事務所って今バカバカ潰れてるよね。はい。なんでだと思う？広告が取れないから。あのね、みんなね、芸能ってね、古い世界の人たちがすごく多くて、芸能のこの産業ってね、みんな営業自分から仕掛けていかないんだよ。うん、で、みんな受けなんだよね。はい、来る営業に、そのなんていうかな、のっけ営業をやるっていうか、うん、のっけ企画やるんだよね。うん、来たものに対してこれを乗せてこれを乗せてっていうバーターで、うん、ほとんど仕事をしてるから、うん、売れた人が一人いると、なるほど、それに要はバーターでやるみたいなことになるんだけど、うん、だけど僕が言ってるのはそれが特殊であって、うん、本来営業って自分から飛び込んでいって自分から売り込みするのが普通なんだよって、うん、ガクトだからじゃないんだよって、うん、それが普通の社会で置けることで芸能が特殊すぎるんだよ、うん、だから待つなと、うんうん、今だから攻める。でもなんか面白いものだなと思うのは、その芸能のも例えばこの前ご紹介した窪塚さんとか、コロナの時期にインスタライブをなんか始めて、そしたらインスタライブで素を出しすぎちゃうから営業で仕事を取るどころか決まってたような広告がどんどん飛んでくんですよ。インスタライブを2回やると1個は広告飛ぶみたいなのが続いてたんですけど、結果そのインスタライブを期待して待つ人たちがすごい増えて、もう常に陽介さんがインスタライブやるともうヤフーニュースにボンと出るようになって、なんか違った形の発信力の持ち方が。今ってさ、メディアのあり方も変わってきてて、例えば芸能にしてもね、今まではメディアはメディアで、僕らは見て出る人たち、うん、ウェルエンジャーみたいなっていう風な括りがあったのが、僕ら自体がメディアを持つことができるようになって、時代がもう変わってんだよね。だけどその古い利権に縛られた人たちはそれを何とか守ろうとする、うん、古い体制で何とか稼ごうとするってやるんだけど、うん、そうじゃないんだよ。どん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 時代が変わって、どん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 ね、メディアだって増えてるわけ。そのメディアをどうやって活用するかっていうこともそうだし、自分たちがメディアを持つっていうことに対してもそうだし、芸能で言うんだったらもう個がメディアを持てる時代になってきてるんだよ、うんうん、そうですね、うん、なんかその B2B だけが、その B2B や B2C だけが成立してた時代じゃなくなってきてるんだよね、うんうん、でさっき言ったワンマンであることや、ま、あのもっと言うと、よく僕最近言われるのがね、うちはものすごいパワハラだと、うん、だから僕がもうこうだっつったら、うん、そっちに向いて走っていかなきゃいけない。はい、全力で。そうそう、それは正しいか間違ってるかの議論を普通会社するじゃん。社長がそう言ったからっつって、うん、でもね、時代ってね、そうじゃなくなってきてるんだよね。おお。で、あの最近さ、すごく面白いなと思うのは、鬼滅の刃っていうアニメがあってね、はいはい、その中で出てくるムザンっていうキャラクターがいるんだけど、はい、このムザンっていうキャラクターがね、
有名なあるワンシーンでパワハラ会議って呼ばれるものがあってその私の言ったことが正しい、私が言ったことが全て正しい、はい、もうはっきり生きるんだよ、はい、もうどう見てもパワハラなんだけど、はい、これがねアニメの中で表現されるようになってきてる時代なんだよ。あ、それガクトさんのセリフじゃなくてですか。そう、でも僕はこのスタイルなんだよ、はい、ずっと今までが。そうですよね。で、僕のこの考え方が社会的に不適合だと思われている時代もあったんだけど、うん、今こうやって子がメディアを持つ時代になって子の力がより求められる時代になった時に、過去ではパワハラっていう言葉になったものが今はパワーなんだよね。そこにはもうハラスメントが存在しなくてパワーになるっていうか、はいはいはい、みんなはまだパワハラっていう言葉を使うんだけど、いやそもそもパワー持ってる人が中心にいて、その人がエネルギーを発信して、そのエネルギーを発信する力が大きいから動いていける組織が残るんだよっていう時代により移行してるんだろうなっていうことをすごく感じるし、でそれがアニメで表現されるような時代なんだなって、うん、今まではグループで頑張って話し合って、うん、なんとかやっていきましょうチームワークだーっていう時代が何年も続いてたじゃん、はい、なんかワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンみたいな、なんか時代があったけど、うん、そうじゃなくなってきてる、はい、まあなんかその圧倒的なパワー求心力を持った人を中心にそれに賛同する人たちのチームになってるわけですよね。そうだから嫌ならいなくなればいいだけですよね。そうで、そのみんなね、長い時代そのなんて言ったらいいかな、例えば正しいこと、極論言うと正義、うん、悪みたいな考え方も時代によって変わるわけ、はい、で今まではその正義悪の概念やモラルみたいなものも200年とか300年単位で変わってたものなんだよ、うんうん、ゆっくりゆっくり変わって、うん、ゆっくりゆっくり気がつかないうちにその時代の流れとともに変わってたものなんだよ、うんはい、ところが今このメディアの発達によって10年前まで正しいと思われたことが間違ってる、10年前までは間違ってると思われたことが実は正しいことなんじゃないかっていうことがどん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 変わってきてるから、大切なのはそこじゃないっていうか、何が正しいか間違ってるかではなくて、時代の流れにいかに適応できるかっていう適応力がむしろ求められてきてるだっていうことをみんな理解しないと、特にこの1年でさっきも言ったけど、例えばそのコロナによって悪影響って思ってる人たちは古い考え方に縛られた人たちであって、うん、いい部分もいっぱいあるんだよ、うんうん、例えば今までね、これ海外に住んでても日本に住んでても両方みんな分かることなんだけど、今までは60歳70歳80歳の人たちが携帯を使って物を頼むとか物を買うっていう行為ができなかったんだよ。ところがこの1年の間でみんな余儀なくされたんだよね。やらなきゃいけないから。はい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 。そうだよね、うん、例えば今まではガラケーからスマホに移行するのに10年かかったものが、うん、スマホで会議をしなきゃいけない、もうしなきゃいけないっていう状況になったこの1年で、多くの人が今まで使ったこともないものを自分で使えるようになってっていう時代に変わったんだよ。それは本来日本がこのままだと世界の遅れに20年ぐらいの差がもうあるんじゃないかって言われてた日本が、このコロナのことでブワッと10年ぐらいスピードアップして追いついてきたんだよ。そうですよね。リモートでの仕事もそうだし、ズームでのそう、うん、収録とかもね、ズームでやったりとかっていうのも可能になって、そう考えると今までの既得権益を
大事にしてた人たちがそれを話したくないから、本来いやこのやり方でやるんだってなってたものが、世界中がいやいやそれじゃできないんですよっていう流れで、Don't forget to always walk on the wild side.